はい、始まりました。目白チャンネルです。今回耶馬渓に行ったので素敵な景色をお届けしますわ。こちら前回お嬢様です。30年かけてトンネルを手掘りで掘られたすごい方です。今だったらきっと激レアさんに登場されたでしょうね。その前にニュースかしらね。さあ案内していきますわ。しばらく黙りますから青の洞門を歩いている気分をどうぞ。こちら反対側からです。どうでしたか皆様。私たちの楽しい会話がないから寂しかったですよねきっと。こちらは川がすぐそこで散策ができますわ。そしてなんとご覧ください、ハート型の石ではないの。こんな隠れたハート石があるのでぜひ探してほしいですわ。お嬢様トンネルの後これも。いえ、さすがに合成ではないかと。このハートで観光でバンバン儲けるのじゃみたいに構成のことまで考えてらしたのかと。多分ですけど、そういう方なら仲間を引き連れてもっと効率よく掘れそうではないですか。クラウドファンディングで資金集めたりね。さて、青の洞門いかがでしたか。さ、気になる方は大分県中津市まで。菊池寛の小説温州の彼方にの舞台でもありますよ。それでは皆様ごきげんよう。チャンネル登録お願いします。ごきげんよう皆様。